楽しいハーフマラソン大会に皆さんでしていきましょう。よろしくお願いします。大隊長、今年から鈴木あゆこ杯として開催されたほの国豊橋ハーフマラソン、増田明美さんやアイドルグループ桃色クローバー Z の高木れにさんもゲストランナーとして登場しました。今日は雨の中、市民ランナーおよそ3800人が参加し、自己ベストを目指したり思い思いの仮装をして走る姿に沿道からは温かい声援が送られました。頑張れ頑張れ。そしてゴールでは鈴木選手がハイタッチでランナーを出迎えました。地元の皆さんに感謝の思いを少しでも形にして恩返しをしていきたいということと、全国に豊橋のこの名前をまた発信していけたらいいなと、はい、思います。